島さん。わかりました。どうしました。ちゃんと今アンケート取ってまして。アンケート、はい。ちょっと脳みその性能を今決まってる。そこに聞くのずるいぞ。なんでですか。なんでですか。そこはすごいのに決まってるだろう。なんですか。CPU 何使ってるんですか。あ、ちょっと待ってくださいね。はい。2個あるんですけど。2個。サブ機もあるってことですか。そうです。でもメインもサブも。はい。多分それ2台稼働、ちょっとタイさん話が変わってきました。タイさんこの人たちは2台だよ。ああ、そういうことか。そうなんですよ。ありがとうございます。またお待ちしてます。じゃあ我々とはこのなんていうんだ、バースが違うから。バースが違う。マルチバースだ。サブが i9 の13900 ケース。ああ、終わってます。はい、13900K はい KS か。この世界をの、まあ、心臓と言える方は、はい、ライゼン9の 7950X3D 使ってますね。ゲーム用、ゲームってなんだ、はい、投影用とプレイ用で。投影用とプレイ用ってことですね、はい、ああなるほど。どちゃくそ強いですだろうよ、はい、でも今だともっといいのある。でも2つ合わせて、はい、200万いかないぐらいだった気がする。大さん、いやだってしょうがないだろう。大さん、この人はしょうがないだろう。お前なんでこんなとこ聞くんだよ。いやいやいや、ちょっと聞く相手間違えました。お帰りなさい。お帰りなさい。迷ってるんですか。私がね、はい、先日そういう話をしてたら、ここにいる男に、はい、こいつにですねあ、インテルだったんですけど、はいはい、第11世代なんですかみたいな。この時代につってそのグラボの効果発揮できませんけどみたいなことを言われまして。そんないやらしい言い方じゃなかったでしょ。いや、私にはそう聞こえたんですよ。ああ、なるほどなるほど。受け取り方はね、何言ってるか分かんないと思うんですけど、僕そのタルコフをするために限界チャレンジしてたんですよね。っていうのもあって、ごめんね、呼び出しちゃって。ありがとう。いやいや、100万円ですけど大丈夫ですか。席出していいよ。お、そうそう。はーい。いや、確かもう。はい、どうぞ。ありがとう、助かるよ。いえいえ。これは手間賃。うん。これもちゃんが喜んでたコースに。はい、いってらっしゃい。ありがとう。これカジノ用のやつですか。いや、これプレゼントで。あ、プレゼントなんだ。あまりにも。じゃあ急ぎですね。すいません、ありがとうございます。請求ってもうもらってます。いやいや、とんでもない。ありがとうございます。あ、そうそう。あ、でもね、衣ちゃん大丈夫ですかね。大丈夫です。あざす。じゃあまた。すいません、バタバタして。ありがとうございました。また来てください。ありがとうございます。これはオシリスですか。皆さんありがとうございます。いいよ。そしてこれはネネにプレゼントです。マジで？え、何プレゼント？え、お、え、いつもありがとう。お疲れさん。おお、やばっ。おしりすだ。これいいんだよ。おしりすはいい。乗りな。そうなんや。ドアの開け方かっこよかったや。え、ちょ、開けてみなよ。死んだ。うん。どうやら。ショックかもしれない。ショックで死んだ可能性あるね、これね。これね。ちゃんとクッキー食え。クッキー食え、クッキー。クッキー食って。トランクにある。かっこよ。トランクにもあるから。かっこいい。トランク。クッキー食え、クッキー。今あいつ涙流しながらクッキー食ってんぞ。僕こういう感動的なの苦手だから先に行くわ。じゃあな。ありがとう。LED も母ちゃんとっていいじゃねえか。そうね。かっけえ。かっけえよマジで。後ろに行くんだけど。え、なにこれ。で、え、なんで。え、なんで。え、母ちゃん開けて開けて開けて。開いた。はい。なんだっけこれ。あ、車またしてね。まあ、いっかね、そこで。俺ち苦手なんだ、ああいう感動的なの。どんな顔したらいいかわからない。結局一番高いのが一番強いですよ。いや、そうなんですよ。グラフになってるやつの右上が一番いいんですよ。そうなんですよ。今一番高いって一番いいのって何ですか？数値が一番高いってことで一番高い、値段も高いってことですから。グラボは4090かな。4090。グラボ4090いくらすんの？すごいって。いや、グラボだけでも。グラボでパソコン買えるよね。30万ぐらいじゃないですか。入んなさそう。私のこのボックスに。サウタのパソコンより高いもん。塩ビより高い。いやもうそうそうよさん。私の自宅 PC なんて85万のやつ買ったそうです。値段あれば3台組めます。自作なんだジェフ。私もまあ私なんですけど、あなたもあんまりあれですからね。ちょっと他の人となんか参考にならないタイミング。二人は参考にならない。これタイさんの方を買うわけじゃないですか。ジェフリーさんは。いや違うんですよ。です。はい。昨日ですね。はい。カクカクしかじかありまして。タイさんの CPU を私がバカにしたことになってます。いやいや、ボトルネックがね。真実を教えてくれただけじゃないですか。そうです。ね、そのグラボの効果発揮したかったらその CPU じゃみたいな。そんな言ってない。まあ内容的にはね。昨日今日でねめっちゃ聞いてる。だからその会話が終わった後に一番右上にあったやつを注文したんです。すごい。大人だ。あ、そういえば話ちょっとそれちゃうんですけど、ワイドモニターってどう思います？あ、ウルトラワイド？ウルトラワイド。いいですよ。F14 っていうなんかゲームがあって。あれ視野角広がります。そう、あれをやった時に欲しくなったんですよね。衛星の都合上ちょっと相性悪いんですよね。ああ、そうなんだ。ああ、でもそれはそうですね。そうなんです。あとワイドモニターでツイッチっていうサイト見るとめっちゃよく見えるんですよ。そうなんだ。情報量が多くなる。そう、情報量がでコメント欄も見やすくて。ああ、なるほど。欲しくなってきてしまう。いやいや、年末年始みんな買い物やな。みんな何買ったか教えてね。我々が経済を回すんや。なるほど、了解です。バチコーン。衝撃映像だな、普通にこれ。むずいよな、やっぱこれだし。音聞こえな。いや、マジ強いわ。やっぱあの車強いわ。電気ってやっぱ強いんだ。マジ聞こえないな。いや、これ聞こえないわ。ちょっと待って、ここの入れ墨かっこよすぎない？ここの入れ墨クソかっこいいんだけど。いや、わかんない。入れ墨かっこいいの入れとる人おるやん。聞こえてんねん。え、僕2番目？そう。あ、来た来た。さあ、たさんだ。これさ、これ大佐が遅かったらさ、またボトルネックだ CPU だって話になんない？なんかみんなでも多分それをしに来た感じじゃないですか。悲しい。悲しいよ。悲しいんだ。なんで誰かが気をつかなくちゃいけないんだ。そうだよ。なんか中世代ゴミって言われた。いや、私も多分なんか調べてないけど10かな。そう、10世代のパソコン、回線もゴミ、パソコンもゴミって言われて。でも、その、サウタさんより遅いですよねって言えちゃわない？確かに。そうだよ。ほんとだ。まだ来てないじゃん。あ、お、ジェフ来た。ジェフ来た？え、誰に言われたの？ちなみに、サウタさんは。交換してない気がする。誰に言われたの、それ。そうだね、衛星にまず言われて、ジェフはもうなんか口すら聞いてくれなくなって。いや、そんなことない。ジェフリー？いや、違いますって。違う、俺は聞いてなかったんじゃなくてですね、今のところ話に聞くジェフ、スペックでマウント取る嫌なやつみたいな。なんだよ、なんだよ。なんでもないです。大差遅いね。大差こうなって寝たのかな、ボトルネックかな、気持ちよくなって寝たってわけ。ボトルネックかなとかやめてください。なしまさん、なしまさん、それで叩かれるの俺なんですから。なしまさん、俺が言われるんですか。どうしたの？まあ一応そんな重大なことではないんですけど、小耳に挟んだ情報があって、なんか遊園地に4日前ぐらい、クリスマスの日ですかね、時にアイアンメイデンサブロンさんわかります？なんか聞いたことある。なんだっけ、記者の人が、はい、肌黒で銀髪の、でクオンエルさんわかります？でクオンエルさんが殺されたんですって、海上レストランのところで、釣りをしながら釣りの記事書いてて、あれ心ありだから殺していいみたいな感じで、なんか意図的に殺されたらしいんですって。でそれを知らない人に、そうです。で目撃情報がフロア側かわかんないですけど、ヘリが黒っぽいぐらいしかわかんないっぽくて、犯人も見れてなくて、でそのサブローさんが、まあ記者の、まあ、部下じゃないですか、エルさんって記者なんだ。まあやってるらしいです、記者のやつをやってるらしくて、それでマジでブチ切れてて、まあ、白ながらにもこう沈めたいという話をしてて、でそれの話をアイリスのローズマリーさんも聞いてたんだけど、アイリスは違うと、そもそもゲンがそんなことやるはずはないんだけど、なんかそういう情報が今回ってきたから、まあ、知りませんかって、これロギアさん経由で聞いたんですけど、でオールインもそれは絶対しないから、黒のフロアがフロガかどうかわかんないですよね。ポリとかフロガか、なんかヘリから撃たれたみたいな。ヘリで確認して、その心ありかどうかを。で、なんか降りてきて撃たれたっていうので、でもそれで今ちょっとそのサブロータさんが結構、誰が撃ったんだみたいな感じで、だいぶ血眼になって探してると思うので、なんか重大なニュースというよりかは、こういうことがありましたよっていう報告なんですけど。だから半グレの成果とかもわかんないんですよね。ギャングかもう半グレの仕業なんかも。降りて撃ったヘリでなんか釣りをしているエルさんを確認した、なんかヘリあたりから声が聞こえて、なんか殺していいよみたいな、でそこから見えない角度から銃で撃たれて死んじゃったと。無理してて殺す理由ってなんだろうな。いやそうなんですよね。そもそもオールインじゃないですよねみたいな感じで電話くれたんで、さすがにそれはないよと言ったんですけど、なんだかんだ殺さないからな。モズはやんなさそうだし、アンブレラもやんないと思います。割とゆっくり気っぽいし、そう、全部のギャングがそれをやるとは思えなくて。はいはい。あれって話し声的に性別どっちかとか聞いた？男性3人ですね。男性3か。はい。改めて聞いていい？それ。ああ、わかりました。今お客さんがいらっしゃってるので折り返しでも大丈夫ですか？オッケー、ありがとう。はい、失礼します。はいはい、どうもタラちゃんです。25日にヘリ乗って誰か殺したりしたことある？全くない。ない、ヘリ運転しないよね。ヘリ運転はしないね。3人組でつるんでる半グレとか思い当たる節ある？3人組ってわしらしかおらん気するけど。まあそうなんだよね。まあなんかこっちもどっかで聞いたら、もしちょっと伝えるわ。脳裏にもあんましそうなイメージないしな。ああ、これか。この釣りの記事書いてる時って、なんかこの釣りの記事中に撃たれてるんか。やってんなら僕だって殺したいよ。どういうことですか？誰ですか？ここら辺ね。怖っ。誰でもいいの一番怖い。手出せないし。誰でもいいよ。選んでもいいよ。ああ、怖いな。全然ボスに殺されてるから、なんか今それなってきてるんですよ最近。口軽いからな。意図的に心なしに当たりに行ってません？いや、違う違う。結構買ったばっかでさ、こんな。はいはいはい。運転むずい。もし。オッケー、そのまま店行きます。彼女だもんね。はい。なんか出たな今。S になったな。久しぶりです。やっほー。わあ、ずっとお礼言いたくてお会いしたかったんです。たまたま今日お話聞いて。付き合ってるでしょ？はい、正式に。怖いよ。あ、そう、うん、また S になったな。ナジマさんが取り持っていただけなかったらね、ずっと2人ともお別れしたままになってたと思いますので。いや、よかったよ。はい、本当にありがとうございます。結果的に幸せな形で落ち着いてて。あ、そうですね。でも結婚式のスピーチは全然言ってくれたら。おっと。やるんでください。いや。わ、てて。で、本題だ。捨て方なんで、座らせていただいていいです。あ、どうぞどうぞ。で、ヘリの中から。道義さんの横座りなさい。はい。はい。ちょっと待ってくださいね、私もお食事が。よいしょよいしょ。心ありって分かって。あ、ありって分かってたの。はい、心ありがいる、じゃあ撃とうぜってなったらしいんですよ。殺し遊んでんのかな。でも、そんなギャング見たことないですよね。誰か来ますね、ちょっと待ってくださいね。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。はい、こんばんは。すごい元気。いらっしゃいませ。声のトーン。エルさん自身は衛星もつけてなかったし、ちょうど原稿用紙を見てたから全然何も見れてなくて。そんな街歩くの怖いよ。そんなナジマさんに面と向かって手を出せる人はいないでしょう。そんないつか殺される、いつか。そんなね、カジノのね、ディーラーさんたちのね、手腕があまりにも勝てないとかなったらね、ちょっと。徒党を組まれる可能性はありますが。いや、ロギア。はい。全然もう。炎上とか見ながらやってるから、今の、ナジマさん。怖いよ、もう。怖いよ。まあね、本当にはされてないでしょうけど。半角カタカナやったわ、今。怖いようが。殺されたいけどな。ね、白市民の方の関わり、マジないんだよね。僕、白市民に会うだけで、怯えられちゃうからな、今。私は逆にね。世間話をよく言うから、この間怖いことがあったんだとか結構相談はされますけど。いいな。白く。なんでそんなに笑ってるんですか。いや、違うよ。何ですか。いや、怖ーと思って。何が。とりあえずエルさん本人はそんな大ごとにする気はなくて、まあ、そんなことがあったんですよ、怖かったぐらいで、はい、サブロータさんがもう情報局を怒らせたらどうなるか見せてやるって言って。もうギャングみたいだな、メンツ気にしだしたら、いよいよ。そうですね。まあ、口調は思いっきりサブロータさんヤクザでしたね、あの時。ああ、でもちょっとやり方が立派じゃないな。はあ、あれ立派？うん、なんでもないよ。やり方が全然。ギャングとしてね、全然立派じゃない。全然、そうですね。全然。なんか思い出すな。優雅じゃないな。そうですね。優雅じゃないな。そうですね。あんまりスマートじゃないというか。そう、スマートじゃないね。5時前でもないし。そうですね。うちはやんないし、やるとしても僕とかだから。僕やってない場合、多分誰もやってないと思うんだよな。まあ、S タイプならワンチャン。けど、勘違いとかならあれだけど、意図的にはやんなさそうなんだよな。ひき逃げ犯みたいなことしないと思うんだよな。進展あったら話しに来るよ。あ、わかりました。ありがとうございます。その時にね、もしサブロータさんに教えてよければ、その旨も言っていただければ。はい。俺を伝えるだけじゃなくて、何かお渡しできればよかったんですけど。いやいや、全然。ナジマさんに、ね、いいんだよ。お金はたくさんお持ちでしょうし、ね、もうね、手に入んないものないから。いやあってほしいんだよな。でも、ね、僕結婚式って行ったことないわ、マジで。冷静に考えたら僕は夢の中でもこの中でも結婚式って行ったことない。あ、そうなんですか。そうなんですね。し、多分僕。結婚とか多分一生ないだろうから、いつか行ってみたいな。病院襲われたの？病院襲われたっす。何があったか聞いてもいい？言っていいんすかね？まあ言ってもいいっすよ。まあいいよいいよ。あ、1000万あげると教えてくれたら。マジで OK っす。多分言っちゃダメってことなかったと思うんですけど、なんだっけな、なんかちょっと揉めちゃってみたいな。で、その結果なんか。モズの方に行かれたって感じですね。救急隊の誰が揉めたの、モズと。これ大丈夫かな、本当に。あったばっかりだもんな、どうしよう。1500万。いや、これで、いや、2000万。2000万ひどい目に遭います。これなんで聞くんですか、それ聞いてもいいですか。その白市民をギャングが襲ったっていう事例があって、はい、そのことをちょっと調べてった中で、この話がやってきたから、関連性があるかなと思って聞いてる。もう一回いいですか、ちょっと今頭が真っ白になっちゃってる。なんかね、他の、なんか釣りをしてたら襲われた普通の人がいて、はいはい、で、それが、の犯行が、黒ずくめの3人組で、はい、それが誰かを探してるんだけど、っていう話をしてる中で、救急隊が襲われたって話を聞いたから、こっちもまた白市民が襲われてる事件かと思って、関連性がもしかしたらあるんじゃないかなと思って、聞いてみてる。あ、じゃあまあそこの被害者の捜査のためということもあった。そう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 。まあ最悪答えなくてもいいよ。そのモズに聞けばいいから。あ、そっか。もうモズで俺漏らしちゃってんのか。まあ漏らしてるとするか、まあそんだけ救急を襲ったぐらいの事件だったらみんなしててもおかしくない。いや、そうですよね、そうですよね。5000円いけます。モズに聞こうかな、じゃあ。ああ、いや、てか俺がモズ漏らしてんだよな、もう。大丈夫。ちょっと待ってね。大丈夫、大丈夫よ。モズのボスと2人でよく話したりする中だから大丈夫よ。OK、じゃあまあそこ、まあそうですよね。なった結局。いや、体験以上は募集してないらしくて。ああ、悲しいね、なんか。話を全部話してお金もらっちゃってさ、なんかあったら散らばっくりやりいいよ。2000万だよ。救急隊の人が2000万稼ぐのどんだけかかると思う。で、絶対、その、救急隊の人は別に被害者っすもんね、ただのだって。そうだそうだそうだ。もしそれで困ったりしたら、助けてやるよ、また。じゃあ2000万で、うん。誰かがやられたか。あ、そう、誰がなんでやられたか。なんかマグナムさんって方が、フランシスコ・マグナム。はい。うん。バンダーマさんとちょっとじゃれついてて、その結果なんか報復されたみたいな。じゃれついてて報復されることあるの？なんかまあなんかそのじゃれつきが延長戦でみたいな。ああ、なんか小突き合ってたら本気の殴り合いになったみたいなこと。ああ、そんな感じだと思いますね。ありがとう。いよいよ誰かは分かんないですね。そのやった人が誰かは分かんないです。ああ、まあそう、報復をした人がね。はい。カジノ行ってきます。行ってらっしゃい。まあ関連性はなさそうだな。大丈夫、あそこいくら私の多分帰ってくるから。先ほどの恋話してました。あら。ああ、です、うちのオーナーです。ああ、先ほどのナシマさん、ナシマさん聞いてください。どうしたの？今だから言えることなんですけど、僕妻子持ちの男性に言い寄られてたんですよ。ナシマさん、ナシマさん、ああ、怖い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 、もう円満解決来ないで円満解決したんですよ、本当に。何、怖いよ、もう話が。なんて読むんですか、名字。あ、儚いセナです。儚いセナ。いや、そのなんかその叶えるって字あるじゃないですか。それ中国語だとその最初の「陽」っていう字で表されるらしいですよ。だから「陽陽」、そうだから「かなえかなえせな」みたいな字になるんですよ。あ、そういうことですね。すいません、ややこしい。かなえせなって言います。死ぬほどにおわせみたいな。お願いします。初めて10のサバゲーして7キルは筋あります？相手によるね。相手は初心者。初心者と羽賀さんもいましたね。場合によっては。羽賀。それこそノエルさんから見てどうだったの？まあ普通に筋はある方でしたね。うん、悪くないと思う。マジか、ありがとう。相手が全員ギャングとかだったらマジすごい。あからさまな初心者ではなかった。一回しか会ったことないな。あ、そうなの？いや。そうだ、今日めっちゃ、今日初日だったんですけど、めっちゃなんかそのギャングの方探してる方いましたよ。なんて人？なんて名前ですか？ラルさん？いや、ラウルでしょ、多分それ。それ本物のギャングの可能性あるな。なんか服屋行ったらいたんですよ、ギャング、俺ギャングだよっていう人がいて。どんな人いないと。どんな見た目の人？黒い、全身黒かったんですけど。ギャングっぽいな。その何、初心者マーク外れたらいつでも銃の買い方教えてあげるからね。どうしようって言われました。黒いスーツですか？いやスーツじゃなくてなんか新しく買ってて防弾チョッキ買ってたっすね。どんな声だった？なんかほんと何がしたいんだ、そうかいいね、サングラス見えてるよって言われてました。見えてるよ、見えてるよ、やった気がする。だから T3 さんですね。 T3 さんと佐藤さんでした。佐藤ちゃん男の方ですね。男の方でなんかバカなしてる佐藤ちゃんじゃないの。佐藤ちゃんって女の子がいて可愛い子なんだけど、黒ずくめの全然違うかも。防弾チョッキ着てるめっちゃ渋い声の集団がいたんだ。ああめっちゃ渋い声の人か。はい一人しかいないなあ。思い当たる方いらっしゃいます？あるんだ。これバンさんやね多分。ちょっとはだけてるよみたいな言った T3 さんに対して嫌われるからやめなさいよ。ちょっと待って。バンさんだな。これバンさんですねこれ。どうだい剣くん。オーナーのナシマさんまだいねえそれ。今呼び捨てしたか。今呼び捨てしたか。すみません違う。いや俺まだ行ってなくて、ちょっとみんなで2000万一気に行こうと思ってて、今俺震えてるんでみんな呼ぶまで待ってるっす。ちなみに今いくら解けてるっけ俺ら。もう3500万とか。3500万か。毎度ただ1回だけ教えてあげるよ。オールインオールベッドしな。終わりました。オールインすかこれ。あでもセナさんだけしか教えないよ。あいやまあじゃあ保護やっちゃおう。オールインしちゃおう。島さんの教えならいいっすよ。そのオールイン持ってるでしょ全部。その持ってるやつ全部オールインしていいですよ。オールインしちゃおう。ういよいしょ。ベッド最9の筋肉をして9の筋肉でいけるよ。はいよいしょ。ナイス11エース11だから10来たらジャックなんだよね。ここでやばいやばいやばい14 looks like 13 でもまだまあまあ見てなよ。はいこっからですよね。はいと待って肩に重圧乗ってるな。いける。ヒットは13ヒットうわーだから一に戻って、あ逃げた。いくらかけた？50万。ナシマさんここ50万までしかかけらんない席。1個じゃないからね。あ50万って50万チップってこと？そう。あそういうこと？500万かけてる。マジ取り行く今。ほら。あてかお金もらえばいいのかな。いいんですか？いやだから絶対勝つにできてんだよね。わかりました。倍になったでしょ？倍になりました。これ勝ちですか？勝ちです。これいくつ？ナシマさん倍になったの？かけ楽しい。そうだよ。たくさん遊んでってね。あ、それ待って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 。かけ狂い作ってるって。なあ、マジか。いや、つらぎ。バレない人いる？上田君、乗り打ちよな。乗り打ちやね。ちょっと待ってよね。めっちゃ金貸してきそうなやついる。後ろに。金貸してくる。この横の方に相談すればお金貸してくれるよみたいな。おいめっちゃ金貸してくれそうな人いる。やばいってそんなの。豪華で5割だよねこれ多分。うん一日5割。1日で5割？1、なんか知り合いですごいね持ってかれた方いましたけど、豪華で5割2000万なくなった俺。頭痛くなってきた俺も。私も金貸しはしますけど、それは梨島様のお仕事ですから。お仕事奪うわけにはいきません。速攻でこっちに着いた人間いたな。速攻で着替えてこいつ一番悪いですわ。こいつが一番悪い。一番悪いこいつは。私は梨島様の怖さをしてきた。小沢という人間がどんなに苦しんでるのか真横で見てみる。1億借りたら 2.5 億。まあもう1億借りて5億の借金をどんどん見てます私は。小沢という男が1日でたった2億借りて5億の借金を取ったのを目の前で見てます。今まで一番借りてるよ。朝から晩までずっと鼻つみして「ゴーン今7乱暴行った」って自慢してきてるけど、何も聞いてて悲しくなったあの時。最近元気にしてるの彼は。最近元気です。あれ2000万出してる。久しぶりですね。4000万買っちゃったよ。じゃあもう4000万お借りしますよ。私お守り持ってるんで勝ちに来ましたよ。お守り1000万。はい、1億なくなるの。最近はどうですか、ウエスカさん。最悪ですよ、最悪。このカジノで勝ったことがないぐらい最近。お正月は掛け金いくらにしてほしいですか？これだ、アンブレラの金がなくなる。一応3億ぐらいまでならいいかなと思ってるんですけど。3億。終わってなこいつこの野郎これ。ウエス。ないだったわ。でもこのブラックジャックで3億いかれたら破産するわほんまに。今はもうね、店長スイッチが常にオンです。店長スイッチ、何すか店長スイッチって。店長スイッチっていう伝説のスイッチがあるんですけど。ここなお前隣座って運気吸ってねえかこの野郎。これでもう帰る。ありがとうです。でもこれよし。戦える17を。ウエスカさんの勝ちのみたいな。バースト。おお、危ねえ。もう一回。もう一回。いきますよ、もちろん。またね。またね。ここは夢のなんかマックスマックスマックス来た。おおいいな。よしよしよし。やっぱお守りの効果だ。お守りの効果あるかも。このマックの声は何？あ、テレビ。私テレビついてる。目の前にテレビあった。これ呪いかこれ。でもマックが流れ出してから。今あれって。これ絶対17だ。しかんと負ける。しかんと負ける。終わってるわ。コナンがいたら勝てるよ。17じゃねえじゃん。どっちみち20だったらでも期間食ってもないやこいつ。サウチ当てろ。はじめましてオーナーのナシマです。オーナーなんすね。はい、このカジノのオーナーのナシマです。あ、来たんじゃない？来たんじゃない？13世代だったらちゃんとぴったりと思ったんです。サータさん、ね、1万700は喋る権利もない。10世代なんだっけ？サータさんは3万チップになりました。いくらだったかな？10倍になった。おお、いくらからいくらになったの？50万から500万になった。十分や、十分や。それかけてきなさい。俺、いくら？今日でちょっとしばらく俺は眠るんで、ちょっと最後にどうしたのって思って。あれっすよ、木のせいで。木のせい帰るんで魂が。あ、どんぐらい？あ、どんぐらいね。いや、言うて1週間ぐらいですけど。ゆっくり休みはゆっくりなんで、はい、ちょっと挨拶したいな。ステイする意欲ないけど全然。まあまあ、そうなるほどね。はい、待ってるよ、1週間後帰ってくるの。あれですよ、兄貴は多分そういうのしないですよね。そうね、僕はもうした。今日とかも話してないなーって思ったんで。ありがとう、連絡してくれて嬉しいよ。電話だけ。いやー、なんか、ね、ほんとお出かけしただけ、ほんとにちょっとお出かけしただけで、ほんとになんか、ヘルアンが誇張してるだけです、ほんとにマジで。デートって言っちゃいなよ。デートデイティング。デイティングしたのね。デイティングなう。今も？今はしてないですけど。俺なんかうまくやれてるかなって。いや、うまくやれてるよ。今年大成長だったよ。必要だと思う。なんか、盗塁に。S は。普通にコナンに行かれた。今日のミッションでも見てても思ったけど。帰ってこいちゃんと。はい、わかりました。帰ってこいちゃんと。ゆっくり息抜きして、休んでおいて。はい。兄貴もちょっと、いろいろ。でも兄貴はもう、何でもできちゃうからな。そんなことないよ。いや20億の家買ったから戻ってきたらまた見せるよ。20億の家じゃあな。ま、ちょっと楽しみにしてます。じゃあ、